FM ルーシンドー DJ のルーシンです。こんにちは。FM ルーシンドーの放送回数がアップロード、動画のアップロード回数が2000個を超えましたんで、その記念放送というのをしております。今回は1601から1800までのね、回を振り返ってみたいと思います。2016年5月の12日から2017年の5月26日まで、要するに約1年間ですね。約1年間で200の動画のアップロードをしていることになります。はい、まずちょっと聞いていってみましょう。 FM 流進堂 DJ のルシンです。おめでたいことにですね、FM 流進堂の放送回数が1600回超えました。毎回ですね、今まで FM 流進堂やってきて、まあ、100回ごとに、まあ、こういう記念的なね、おめでとう的なね、お話というか、まあそういうことで放送してるんですけれども、いやー、でも1600回まで来たところで思い出したんですけれども、実は FM 流進堂10周年が超えたんですよ。今年の3月の10日だったかな、3月の10日でFM 流進堂10周年記念だったんですけれども、ちょっと僕の個人的なスケジュールの忙しさがあって、その記念展だったり記念祭みたいな、ね、イベント的なことは一切やってないんですよね。そうなんですよね。FM 流進堂が実は2016年の3月の10日の時点で FM 流進堂10周年だったんですよ。だからだいたい10年間かけて1500回ぐらいの放送してきたことになります。で、まあまたちょっと話戻るんですけれども、インターネットラジオで、まあいわゆるデジオっていうね、ジャンルがあるっていうお話以前させてもらいました田中克樹さんが、第一人者でね、デジオっていうジャンルを作ったっていうお話をさせてもらいました。そのデジオっていうのが第一次デジオブーム、第二次デジオブームっていうのがあったんですよ。で、そのデジオブームに乗っかって、もうね、100人以上の方がね、ラジオ局を開設したんですけれども、まあやっぱり続ける人っていうのは実際に少なくて、現時点でも続けてる人っていうのはもう本当に数えるぐらいしかいないんですよ。その中で僕は自負しているんですけれども、この FM 流進堂が最もですね、放送回数が多分多いと思います。で、残念なことに YouTube の方では引っ越ししたっていうこともあって、今まで聞いていた人が聞かなくなってしまったりとか、まあ最初からずっとね、 FM 流進堂聞いてくれてる人っていうのはもうもはやいないのかもしれない。だからリアルタイムでですね、リアルタイムで聞いてる人っていうのはもういないかもしれない。だけれども、僕は YouTube の方を始めるにあたってまた新しい出会いがあったんですよ。だからその新しい出会いと、まあ古くからね、僕の FM 流進堂知ってくれている人も大切にしながらね、今後も続けていきたいと思うんですけども、多分日本でもね、もう指折り、全国的なことで言っても指折りでね、上位に入るぐらいで、ラジオずっとやってると思います。年数で言っても、今までの放送回数で言ってもかなりトップレベルであることは間違いないと思ってます。じゃあちょっと次の放送行ってみますか。これですね、ゲスト百瀬はるみさん。ももちゃんはね、僕のももちゃんは、百瀬はるみさんは僕のずっと昔からの友人なんですよ。サクセスモデル誕生、今だけ当たる、こっちも当たる。そんな形でちょっと、じゃあうまく最後ももちゃんにまとめてもらえると嬉しいかな。あまり自分の活動の携帯にこだわりすぎなくてもいいのかなと最近思って、
とは特にそうだと思うんだけど、何かに挑戦してもいい場所だと思ってるんだ、うん、バンカーというのは。失敗がない場所だなと思うんだけど。そうですね、何をもってして失敗とするのかというのは分かりませんよね。失敗だったかどうかは後になってみないと分からないので。し、その制作環境がまず変わるっていうことと、そうですね、周りに自分がやってる以外のジャンルをやってるアーティストさんがとても友人関係になったり、知り合いになったりする中で、まあ、コラボレーションっていうのが生まれたりとか、あと最後にオープンスタジオっていうシステムがあるんだけど、あれずっとね、入居し、僕が入った時から言われてるのが、展示じゃないんだよっていうのを一番最初に言われるんですよ。この言葉はすごく僕大事だなと思うんだけど、自分をこうよく見せる努力をするんじゃなくて、あなたは今何をやりたいんですか、あなたがものづくりをする姿はどこにあるんですかっていうのを求められてるような風に僕は思うんだよね。はい、ちょっと面白そうなのがあったので、これ聞いてみます。1656、映画を撮るようになるまで。はい、FM 流進の DJ の流進です。なんか変な声だね。の、お風呂での録音ですね。収録に引き続き、またお風呂で収録をしております。ただいま、本日は2017年の1月の16日、の、25時でございます。もしくはなり、その時の子供の気持ちっていうのをね、大事に忘れないみたいな。あ、2017年1月17日か。はい、ちょっとじゃあ時間が来ましたので、701番以降の、動画を聞き直してみたいと思います。もう701番から800台、800っていうと2017年今年の3月30日から5月の26日までの間ですね。はい、だいぶ現在に近づいてきております。でこの時期で重要なのが、僕が他の YouTuber さんに絡み出すっていうことですね。ここですね、重要なのが、清猫特集ってありますけれども、この時はまだ清猫さんと一緒にコラボはしてないんですけれども、この下ですね、清猫特集の清猫123、ここら辺はね、コラボ、初コラボなんですよ、YouTuber さんとの。で、こっからちょっとね、僕の YouTube、FM 流進度の方向性が結構変化が出てくるんですよね。もともとは。ですから、その YouTuber の方と、まあ、コラボレーションするとか、まあ、ラジオにゲストに来ていただく、今までなかったんですよ。で、僕もこの YouTube の方にチャンネルを開設したのが2015年の12月、はい、で、ここでもう動画みたいになってるんじゃないですか。いわゆる、まあ、皆さんが普段 YouTube で見るような普通の動画ですよね。で、これより前がどうだったかっていうと1枚絵なんですよね。で、これ今までのずっとね、この FM 流進度2000会のずっとやってきて、皆さんもうすでに気づいていると思うんですけれども、一枚絵なんですよ。要するに FM 流進度ラジオ局でずっとやってきたから。さあ、これ来てお出かけしよう。はい、FM 流進度 DJ の流進です。一枚絵なんですよね、こういう感じで。それでやはりで、ずっと FM 流進度基本的に音声でやってたんで、まあこういう今ウェブカムで撮ってますけど、ウェブカムで撮るんじゃなくて録音機で音声を撮って、それに対して1枚絵で合成して、まあなんとかその YouTube に動画として上げられるような形にしていたわけですよ。
で、YouTube はやっぱり動画サイトなんで、MP3 とかね、その音声ファイルだけをアップロード、単独でアップロードするっていうのができないんですね。だから仕組み的に、まあ、その音声に対して1万円をつけて、動画っていうね、形式にする必要性があるんですけれども、まあですから今まではずっとこういうふうそにの例えば1万円のね中で喋ってただいけですよ。具合に住み分けされているわけですよね。それでその彼らの、コンテンツを見ていると、やっぱりその永遠に残る作品っていう、と呼べるようなものって、まあほとんどないわけですよね。もうちょっと言うと、そもそもで言うと、本当に小学生がこう喜びそうなね、そういう、ね、ネタを延々と撮っているわけで、じゃかといってそのいわゆるね、お笑いのような、まあその本当にこう本気でね、大の大人が本気でお笑いの脚本を書いて笑わせるために練習をするとか、そういうことではなく、やはりその毎日、ほぼ毎日とかね、毎日こうアップロードされるような内容の、それぐらいのクオリティの作品がこう毎日のように更新されていくわけですよ。はい、まあこんなような形でね、この時期ですから、今年に入ってからもう初めて僕はYouTube としての使い方というのをすごくこう意識するようになりまして、要するに今までこうラジオ、普通に音声を記録したのが自分の姿も一緒に記録するようにする、まあいわゆるV の字がつく方のブログですね、ビデオブログ。ビデオブログというただのラジオだったものがビデオブログの方に、まあ、移行していった時期であったということですね。はい。これ清猫さんとコラボした後の帰り道の、一人で撮った時の動画なんですけれどもね。清猫さんの方が全然チャンネル登録者数が100以上かな、100以上多いので、まあ、そのペースとしては全然もう清猫さんの方がこう、勢いもあるし、まあ全然僕より 今ね、清猫さんは、チャンネル名変えちゃって、清猫ニュースっていうね、チャンネル名に変わっちゃったんですけども、僕の倍ぐらい、チャンネル登録者数あるので、だいぶね、爆増したなって感じですね。はい。これからどんどんね、チャンネル登録者数もどん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 増えていくんだと思います。で、今日清猫さんと話したので印象的だったのが、とにかくその僕が FM 流進堂っていう、まあ、ラジオ形式でやっているということに対して、まあ、そのラジオっていうメディア自体がそのちょっとこう旧式のね、古い形式の、まあ、メディアなので、これを YouTube でやるっていうのはちょっとこう厳しいんじゃないかみたいな話があって、まあ、確かにそうだよなって自分でも感じるところがあって、なんていうのかな、例えると、まあそのガンダムで例えると、ガンダムにまあ勝てるはずもない、ザクで挑んでるみたいなね。まあ、ちょっとここで一回止めますけど、でこの後しばらくまた音声だけになるんですけど、これどういうことかっていうと、予約投稿してるんですね。要するに毎日毎日こうちゃんと YouTube が更新されるように、まあずっと毎日連続で更新されるように、まあため撮りしてるわけですよ。でそれが消化されるまではビデオの方に映らないで、まあ、基本的に音声だけのファイルの動画になっております。で、この後ですね、この後の回が、1800から1900の代の、話になるんですけれども、まあ、ここで、まあ、ほとんど、ほぼね、ほぼ今の現時点に追いつくということで、まあ、次回が、FM 流進堂の2000アップロード記念の動画としては、最後の動画になります。はい、じゃあ今日はここら辺で失礼いたします。ありがとうございました。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら
高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。